伊東市の伊豆シャボテン動物公園では今ワオキツネザルのベビーラッシュを迎えています。母親の背中に一生懸命しがみついているのがワオキツネザルの赤ちゃんです。伊豆シャボテン動物公園では2月から双子を含む4匹の赤ちゃんが生まれました。カメラに乗っています。あ、待ってきた、もう一個来た、ちょっと待って。ワオキツネザルは取材のカメラに興味津々、好奇心旺盛な性格です。元気にすくすくと育ってくれてますね。すごい嬉しい限りでございます。最近リンゴとかバナナとかちっちゃな果物を口に加えたりするようにはなってるんですけど。生まれた赤ちゃんは体長およそ20センチ、体重は100グラムほど。最近では親から離れて一人で遊ぶ姿も見られますが、あと1月ほどはお母さんの近くで生活するということです。